浦和レッズ対ジュビロ磐田、解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤剛さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さて今日のコンディションですが、現在気温がマイナス1度、湿度が 61%、 雪の降り注いだ今日のスタジアム。さあ北澤さん、この雪の降り注ぐ中、スタンドはいっぱいに埋め尽くされました。本当にね、選手としてはプレーする上でいろいろと配慮しなければいけないことが多くなりますけども、取り囲む周りの雰囲気は素晴らしくなりましたね。さあ両チームの選手がそれぞれのポジションへと向かいます。そして本日のピッチレポーターを紹介しましょう。フローラン・ダバディさんです。ダバディさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ポンテ、中盤の選手です。さあ間もなくキックオフです。さあサポーターの見守る中、前半戦スタートです。これはファールの判定。一難逃れます。ヘッドで競る、いい攻めを見せたんですがちょっとうまくいきませんでした。さあここまで上がってきました。行くか、中へは、いいディフェンスですよ。小野、鈴木、トゥーリオ、阿部下げて、ここはトゥーリオ。前半15分が経ちました、今よろしいでしょうか。はい、アウェー側ですけど中盤の選手に対してもっとサイドへボールを振っていけとメッセージを送っていました。そうですか、ありがとうございます。小さく回します。大事なところ、右足だ。細かいボールの奪い合い、あっとホイッスルがありました。カレン・ロバート、村井、上田、今日はまだシュートがありません。壁を使います。これいいボールですよ。後ろからさらに行く。さあ固まっている、前に出した。いいプレッシャーだ。さらに返す、トゥーリオ、鈴木、下がったボールは坪井、左へ出した、回します、右に送って、そしてここは阿部、鈴木、激しく奪い合います。カットして、中央へボールが出てきた。いい形で囲い込んでますね。回して小野、これはつながりません。ここから上田、ここで前半終了。
さて北澤さん、前半を終了して無得点のままですがどうでしょう。そうですね、一瞬怖っていうところもありましたけどね、後半に期待です。ありがとうございます。さあ後半両チームどう出てくるのか楽しみです。前半を終えたところで点差はありません。両チームスコアのないまま折り返します。それでは後半戦を見てまいりましょう。今後半が始まりました。エンドが変わりまして、向かって右のエンドから攻めるのがレッド、反対側左のエンドからがジュビロ。さあ競っていく、小さく回します。先制のチャンスだ。そしてシュート、前に送る、左に送って、さあこっからだ、一気に出される、来たか、いい守りを見せました。ワシントン、ラン、このツートップにうまくボールが絡み出してはいるんですが、もう一歩及びません。だんだんとこうチャンスエリアに差し掛かるところでうまくいかないというケースが多くなっていませんか。そうですね、パスの精度もありますけど、もう少しバリエーション変えてもいいでしょうね。カビラさん、アウェー側ですけどベンチ内の選手に対して何か指示を出してます。ここは動くかもしれませんね。なるほど、そうですか。岩田としては、まあしっかり守れてると言えるでしょうね。競り合った、奪いました、前に出した、繋いでパレンロバ、左へ出した、ここまで来ていた、ここで笛です。やはり抜けるとチャンスになるところですからね。フリーキックになります。ピンチを逃れました。まもなく後半の30分が経過します。大事なところ、マルキーニョス・パラナ、競り合った、まだコースを探しています。激しいチェックに行きます。左にさばいて、両チームここでメンバー交代のようです。出ていく選手ですけど、見ていてだいぶ運動量も落ちてましたから、そういった交代だと思いますよ。村井、永井、必要なチェック、プレッシャーを与えます。田中、詰め寄られました。またメンバーを入れ替えてきます、まあ、出ていく選手についてなんですけど、やはり自分でシュートを打ちにっていうか素振りがねほとんど見られなかったんでしょうね。そういった消極性を気にしての交代なのかもしれませんよ。ああ、なるほどね。中盤での動きがこの辺から急に良くなっていますよね。そうですね、この辺り早くなりましたよね。パスをつないでいく、さあ左から上がっていきます。こう抜けてきた、放った、強い、入れれば勝ちとなる。そして今笛が鳴りました。試合終了、0対0。本日の試合はスコアレスドローという結果に終わりました。さあ北澤さん、今日の戦いいかがご覧になりましたか。はい、いや本当にね、両チームともなかなか隙を見せませんでしたよね。そうですよね。さあ今日の試合の内容についてなんですが、後半6分、ファブリシオ非常にいい形でシュートを放っていました。そうですね、外れてしまったんですけど、絶妙なパスをつなげてシュートという典型的なパターンができてましたよね。それから今日の終了間際、エスクデロなかなかのシュートを放っていました。はい、そうですね、得点には至らなかったんですけど、結構ラストパスも難しい形で入ってましたからね。まあそれをダイレクトで合わせるとこなんかはね、さすがでしたよね。試合を終えてみますと結果は0対0、両チーム引き分けで試合を終えています。
本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは画面のハイライトシーンを見ながらのお別れとなります。皆さんまたお会いしましょう。